トヨタサンデースペシャル決定、全日本火曜選抜。初めてお電話をいただくんですが、はい、小林明子さんが今、あ、そうですか、かけてください。僕は何度かお話をしたことがあるんですが、はい、もしもし、もしもし、明子さんですか。はい、そうです。どうも、どうも、お久しぶりです。こんにちは。お世話になってます。こんにちは。とんでもない、今どこからですか、電話。今あの続きスタジオで、はい、バンドのリハーサルをしています。あ、そう、はい、そのバンドのリハーサルっていうのはどういう目的で。あのコンサートのためなんですけれども、はい、4月からまたコンサートツアーに出るんで、うん、今から一生懸命やってるところです。うん、あ、そう、はい、大変ですね。まああの皆さん素晴らしいミュージシャンばっかりなんで、相変わらず緊張しながら、うん、私の方が緊張しながらやってますけれども、うん、あ、そう、はい、ところでね、はい、あやこさん、はい、本当におめでとうございます。あの恋に落ちてのですね、大ヒット。どうもありがとうございます。もう去年のおかげさまで本当にいい年になりましたね。えどうもありがとうございました。聞くところによるとですね、はい、100万枚をですね突破したって話がありますね。はい、あ、そうですか。はい、どうもありがとうございます。どう、最近あのそういう数字のことにちょっと疎くなっておりまして、うん、よくわからないんですけれども、うんうん、嬉しいです。実感湧かないだろうね。実感湧かないですね。あ、100万枚のレコードっていうの見たこともないんで、うん、一体どのくらいのものなのかっていうのちょっと想像もできません。それもね、演歌みたいにその長期間にわたって100万枚じゃなくて、8月の31日でしょ、これは、はい、出たのが、はい、その短期間にわたっての100万枚ですからですね、もう嵐のごとく売れまくったわけですね。うん、だからね、はい、あやこちゃん、はい、あやこちゃん自身としてもですね、非常に目まぐるしいですね、1985年昨年度のですね、はい、暮れを3ヶ月間ぐらい過ごしたわけでしょ。ねえ、苦しかったですね。ねえ、はい、どうですか、その芸能界のですね速度みたいなものにね、あなたは割とのんびりしてるから、はい、慣れたかな。いや、まだ慣れてないみたいです。なんかまだ一般人のノリでどうしてもこう有名な歌手の方とかいらっしゃると、あ、本物のなんとかさんだっていうのが抜けませんね。一般人のノリだ。はい。そうか。それからですね、はい、今あのスタッフから入った情報なんですが、はい、1月のいつからかな、あのプライベートでですね、はい、あの学習院の、まあ、インド哲学科なんで、その卒論のためにですね、あのインドの方にいらっしゃるって話があるんだけども。ああ、なんでもうそんなこと知ってるんですか。いや、いや、前からね行きたいと思ってたんですけれども、うん、今回突然休みが取れたんで、うん、それでまあ急なんですけれども、はい、行ってこようかな。もう1週間ぐらいしかないんですけれども、はいはい、でまだちょっとね本当に行けるかどうか、うん、8割方は行けるんですけれども、はいはい、ちょっとまだはっきりしないんですが、うん、南の方へ行ってこようと思ってます。なるほどね。さて、それではですね、ここでですね、あの2月1日発売のですね、はい、真実をかけておきたいんですが、どうもありがとうございます。よろしくお願いしますね。これは一応何枚売る予定ですか。予定は全然ないんですけれども、はい、スタッフに迷惑がかからない程度に売れてくる。やっこさん、じゃあその、はい、鈴木スタジオの方のですね、はい、リハーサル頑張ってください。はい、ありがとうございます。真実かけておきますから。あ、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。頑張ってね。はい、はい、どうも失礼します。ありがとうございました。東京都と神奈川県以外の末尾5番の方のリクエスト、これから受付です。新宿の丸山のぞみさん、練馬区の平井孝之さん、国立市の林田由美さん、早速リクエストありがとうございます。2月1日発売、小林明子さん新曲です、真実。どこを頑張ってますが、星空に浮かぶ駅容疑者の空に舞い上がって連れてて、私を浴びて、あなたの胸に飛び込みたいの、離れてちっとも
素晴らしいですね。今乗りに乗ってるゲストが来ていただきました、この方はまだプロに入る前からこの番組の大変なファンでございましてですね、いつも聞いてらっしゃったという方でございますが、荻野目洋子ちゃんでございます。はい、こんにちは。どうも、こんにちは。よくこの番組は聞いてくれてるわけ。そうですね、よく何か車の中でね、移動時間とかで聞いてます、うんうん、ああそう、でまだそのプロに入る前にはよく聞いてたの。そうですね、部活やってたので中学の時とか、はい、だからそういうのがない時はよくラジオとか聞いて、部活は何やってたの。卓球でな。卓球やってたの。笑っちゃいけないけど、タモリに言わせると暗い競技という言い方ですよ。でもあれは相当激しい運動量でしょ、卓球っていうのは。激しいですよ、結構。卓球、バドミントンっていうのはね。バドミントンもそうです。バドミントン激しいですよ。何、いや、並べると本当に暗いって感じがしますからね。卓球うまかったの、結構。いや、そんなことないですけど、でも大好きだったんですよ。あ、そうか。うちは家族6人なので、うん、割とみんなでやるのが好きだったんで、うん、小さい頃から卓球台とかあってやってたんですよ。お宅に卓球台があったんですか。あったんです。じゃあ大きなお宅ですね。いや、そんなことないですけど、でも本当みんな好きで、姉も卓球部だったし、恵子さんも卓球部。そうなんです。暗いご家庭で。ご家庭で困っちゃいますね。そうか、それで分かったぞ。それで日中友好で卓球が取り結ぶ縁でですね、昨年度上海公演に行ったんだ。そうですか。いや、そういうわけでもないんですけど、偶然ね、卓球の強い中国にお呼ばれしまして、うんうん、お呼ばれしまして、はい、あれはどういう話だったの。上海公演ってのは去年は国際青年年だったので、はいはいはい、日中友好のね祭典ということで、うん、最初その上海市の青年連合会の方が日本にいらした時にたまたま私のレコードを聞いてくださったみたいな。上海にも青年連合会なんてのがあるの。なんかあるんです。商店連合会みたいな感じがするけど。いや、もうそういうのじゃなくて、すっごくもう大きな、うん、もう本当に規模の大きな規模のね、
上海の大きな規模の、そうなんです、その偉い方に招聘状をいただいて、はい、それでまあ向こうのやっぱり17歳の首相林っていう方と2人で合同の、うん、まあ、コンサートをやろうっていうことになりまして、うん、ああどうでした、向こうの印象というのは。もうなんかもう本当初めてですからね、中国行くっていうのすごくもう緊張してましたけど、でも本当に暖かいところで良かったです、はい、あ、そう、そうですか、ヨコちゃんは今17歳になったばっかりだという話なんだけども、はい、なんか今入ってきた時に庭さんも僕も言ったんだけども、なんか身長が大きくなったんじゃないって話をしたんだけどねえ、少し身長伸びました、伸びたみたいです。ねえ、ねえ、デビューした頃150、あのね、テレビなんかで見ると、ね、とってもちっちゃな女の子に見えるんだよね、なんかすごくね痩せて見られることとか多いんですよ、うん、はいはい、でも、はいはい、そんなことないですよね。痩せてはいないんですか。だいたい身長は150、ね、159ぐらい。ああ伸びたね。体重はどのぐらい。体重はまあ43キロぐらい。ああ、まあ、いいところですね。ちなみにバストはどのぐらいの大きさだっけ。だって小川さんに会うといつもそういうこと聞かれるんだ。これしか聞くことがないもんです。じゃあ質問を変えますが、はい、荻野目洋子さんと荻野目恵子さん、ご兄弟ではバストはどちらが大きいですか。そうですね、それはやっぱり、はい、ね、年の差といいますか、はあ、姉の方が立派だと思います、ね、立派だと思います、はい、そうですか。で今17歳だけども、まあ、女の子でよくさ、その20歳に早くなりたいだとか、30歳に早くなりたいみたいな話があるけども、17歳のヨコちゃんとしてはそういう気持ちってやっぱありますか。あります、すごくやっぱり大人の女の人って憧れてますからね、はい、そうか、楽しみだね、どんな大人になっていくかね、うん、まあともかくですね、ヨコちゃん、はい、ダンシングヒーロー、大ヒット本当におめでとう。おめでとう、ありがとうございます。まだまだそんな、ねえ、すごい、これ予想もしなかった人でしょ、自分では。そうですね、なんかあんまり実感とかないですけど。あ、でもこれ聞いた途端にですね、僕なんかもうこれは大ヒットするっていうふうに予言をしてたんです ね、僕はね、うん、本当におめでとうございました。それから手土産も今日はありがとうございました。とんでもないです。じゃあカードを読んでもらいますが、東京都と神奈川県以外の末尾6番の方のリクエストはこれから受け付けます。お電話どうぞ。じゃあ住所と名前を読んであげてください、はい、江戸川区の雨宮正弘さん16歳の方、世田谷区、新野康之さん19歳の方、品川区の前島道夫さん13歳の方、栃木県斉藤光弘さん13歳の方、台東区原田久子さん17歳の方、市原市高橋美香子さん12歳の方、本当にどうもありがとうございました。ダンシングヒーロー荻野目洋子、飽きないもんね、この歌ね。そうですね、なんか体乗っちゃうもんね。43の43じゃないよ、あ、43だ俺。すでに自分の年を忘れようとしている。僕でもですね、体乗ってくる、つい乗ってくる、タンタリラン、タンタルトン、タンタリトンとだんだん違ってくるんだよね。さて、ヨコちゃん、はい、仕事の話なんだけども、はい、3月頃に新譜が出るって話。そうです、うん、まだはっきり決まってないんですけれども、はい、曲の内容とかは、うん、でもその予定で、その予定で動いてるというからですね、はい、肌が綺麗だね。いや、そうですか。肌綺麗だよ。でもそうですね、うん、最近割となんか落ち着いてますね、うん、落ち着いてます、はい、そうですか。から3月に中野サンプラザでコンサートがあるという、これはもう日にちとかも決まってて、うん、3月の27日なんですけれども、お待ちください、3月の27日、はい、はい、でも本当に中野サンプラザって初めてなんですけれども、でもいつも学校が堀越で、はい、入学式とか卒業式とかいつも中野サンプラザなんですよ。あ、そうなの。だからなんかこう親近感があって、ねえ、あ、そういうところで卒業式や入学式堀越さんはやるんですか。はい、大体多いですね。あ、そうですか、はい、まあ日本武道館でやる大学もありますけどね。じゃあそのイベントもですね、はい、しっかり頑張ってください、はい、本当にダンシングヒーローの大ヒットおめでとう心から言います。で、これに懲りずにですね、はい、もっとヒット出してください。はい、頑張ります。懲りずにっておかしな言い方だね。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。お電話です。柏原さん。あ、そうですか。お久しぶりですよね。もしもし。もしもし。
よしよしですか。明けましておめでとうございます。どうも小川哲也でございます。明けましておめでとうございます。私もよろしくお願いします。よしよし、はい、今どこからですか電話。今の日本テレビの楽屋です。あ、そう、はい、ちょっと電話遠いなって感じもしないでもないけども。そうですか。うん、日本テレビでスーパージョッキが終わった後。そうです。あ、そうですか、はい。さて、まあ、明けましておめでとうという感じがするんだけれども、はい、よしよし、はい、去年の10月で20歳になった、ね、今年のですね、はい、柏原芳恵さんのですね、はい、抱負をまずですね、私にそれからファンの方々にですね、大きな抱負をお聞かせいただきたいんですが、やっぱり、いい歌を残していきたいですね、うん、それがまず第一ですね。うん、うん、いい歌を残していきたい、はい、なるほどね、はい、2月の上旬ぐらいにですね、はい、ベストもののアルバムが出るって話を聞いてるんだけども、この辺はよしよしの方から。あの2月の5日にですね、はい、メルシーというあのニューミュージックの方に書いていただいた曲を中心とした、うんうん、アルバムが出ます。あ、そう、はい、あのメルシーっていうのはあのメルシー僕っていうあのどうもありがとうみたいな、そういう意味ですか。いろんな意味があると思うんですけれども、うん、そういう意味も含まれてると思うし、はい、あのこのアルバムは美味しいですよっていう。何？このアルバムは美味しい。このアルバムは美味しいですよ。はい。今のよしよし食べ頃よ。いや、私はダメですけど。意味深いんですね。そうか。で、よしよし、はい、20歳になった。はい、ねえ、さあ、その新しい年を迎えてるわけですが、はい、その20歳の抱負ってのはありますか、なんか。抱負ですか。うん。あの周りの人は割と二十歳だからって言うんでね、うん、気を許してくれてるんで、うん、あの気を許してくれてるんで、ね、だからあのちょっと一人で街を歩いたりとか、うん、お友達と旅行に出たりとかっていうこともしてみたいなと思ってます。そうか、はい、具体的には具体的にはもっと具体的にはもっと具体的に例えば恋をしたいとかね。ああ、うん、今度やっぱり素敵な人と巡り合えば、うん、あのした方がいいと思うし。よしよしからあんまり聞いたことがないんだけれども。いや残念ですね。いやいや、そうじゃなくてね、はい、よしよしのですね、はい、好きな男性のタイプっていうのはですね、はい、どういう方がお好きなんですか。どうなんでしょうね、私、結構誰でも好きになっちゃうというか、あの惚れっぽいっていうかね。うんうん、うん、わかるな。優しくしてもらえると、あ、この人優しいとか、なんかすぐ何でも誰でも好きになっちゃうっていうか。そう、よしよしが惚れっぽいってのはなんとなくわかるな。あ、そうですか、歌ってる時の腰の動かし方で。え、何の話をしてるんだ。よしよし、はい、あのともかくですね、はい、今度の春心ですが、はい、先週19まで上昇してきてるんですが、はい、あのちょっとですね、ともあですね、はい、ニューミュージックのですねシンガーソングライターにあの作ってもらうと、はい、よしよしの場合にはあの大ヒットにつながっていくってあのジンクスがありますんで、これ一番真由美さんですね。そうです、うん、まあ、これそのジンクス通りになるといいですね。いい曲ですね、これね。うまいよ、よしよし。え、お前さんうまい。うまい、本当にこの歌なんかもの見事に歌ってますわ。まあ嬉しいですね。うん、じゃそれを聞きますから、これから。はい、うん、どうもありがとう。どうも元気でな。ありがとうございます。どうもありがとうございました。どうもさよなら。東京都と神奈川県以外の末尾0番の方のリクエスト、これから受付です。江戸川区の小山明子さん、台東区の今井勝則さん、群馬県の荻原雄一郎さん、足立区の柴本圭吾さん、川崎市の久保田秀幸さん、目黒区の津田恵美さん、文京区の牧野文夫さんほかリクエストです。柏原芳恵さん新曲です、春心。美しい旋律が流れてまいりました。伝説的な感じ。この旋律のすまして宇宙から星少女が今一人舞い降りてまいりました。うまいね、言い方が。バックトゥーザフューチャーです。マリコが来てくれました、はい、こんにちは、マリコ。マリコは昨年のですね12月22日の日曜日に、はい、幸せも詰まって、来てくれたわけですが、はい、ね、でその時にはまだデビューをしてなかった、はい、ね、で元旦デビュー姿勢伝説、私の推しの伝説ですが、はい、どうですか、元旦デビューを語ってみて今の心境は。毎日分かんないことばっかりなんですけど、うん、でもとっても楽しいです。楽しい、はい、どういうふうに楽しい、うん、ここにこう浮き立つような感じですか。い
やっぱりまだあの歌はまだ人前で歌ったりとかやったことないんですけど、あの雑誌のお仕事とか、あとラジオ番組の仕事とかで、やっぱり自分の思ってることとか考えてることとかをラジオだとこう少しずつ話していけたり、でそれをあの皆さんがあの聞いてくださっている方がいらっしゃるんだと思うと、なんかすごく嬉しくて、これがあの17歳のですね、女の子が言うようなセリフですか、落ち着いた感じ、やはり宇宙からですね今舞い降りた星少女、17歳でございますが、この星少女はですね実は元旦発売だっていうんで、自分のレコードをレコーダーに買いに行った、星少女、星少女が星少にしながらそしたらどうしたの？あのなかったんですよね、でそれであのマリコのなかったっていうのはどういうことなの？売り切れて本当に、はい、それは嬉しかったでしょう。はい、嬉しかったです。売り切れてなかったんで、はい、でだから予約してきたんです。マリコは自分自身のレコードがその時買えないで、はい、手に入れることができないで、はい、予約をしてきたのうわあ、それは素晴らしい。宇宙にも予約があるんですね。嬉しかったです、ねえ、はい、よかったね。これはいいデビュー飾れそうですね。で初詣なんかどっか行きました？はい、あの目黒不動尊ですか、行ってきました。あのね、せっかく宇宙から来た星少女に僕は言ってるんですから、あの目黒不動尊じゃなくて、なんとかのチャーペルとかなんとか言っていただけません？目黒不動尊、はい、行ってたの？行ってきました。俺怒ってもしょうがないんだけど、目黒不動尊で何をお祈りしてきました？はい、今年1年病気をしないように、はい、であとやっぱり頑張っていきたいんで、よろしくお願いします。なるほど、そうですか、はい、そうやって目黒不動尊にお願いをしてきたそうですが、ともあれ、あの自分で買いに行ったらレコードがもう売り切れてたっていうのはですね、これは本当に嬉しいことですね、マリコね。はい、嬉しかったです。さあ、あのねだってあのリクエストカードもすごいのよ。じゃないの。それからもう一つ言っとかなきゃいけないことが一つあるので、ね、それ後にしよう、はい、それ行こう。じゃあ住所と名前を読んであげてください。はい、世田谷区の伊藤良一くん、目黒区の畑野真理子ちゃん、エコーかなんかけてもいいんじゃない、星少女だから。葛飾区の鈴木俊明さん、中野区の大地明さん、松戸市の、木村俊夫さん、練馬区の青木雅史さん、どうもありがとうございます。マリコが歌います、姿勢伝説。